皆さん、おはようございます。こんにちは、ティンダーの脈ボイ、キンテです。小中学、親御さんも一緒に学ぶ、インターネットの安全ルールについて皆様にお勉強したいと思います。確かに、携帯持っているかどうかは、お父さん、お母さんに、持つかどうかはお父さんとお母さんに相談、家族との相談。持つなら、ルールはルール。はい。フィルタリング。ゲームとかいろいろ。はい。請求書来ちゃいますね。はい。課金もありますね。はい。あとは落とし穴ロックをかけておくのと、あとは合わない。1日1月の上限。あとは電話番号、メール、LINE 使うかどうか。人には教えない。そうですね、はい。あとはコミュニケーションもそうですね、はい。ちょっと言えば中学生になってからね。うん。SNS、ブログ、返事はダメ。電話番号を書き込んでもダメですよ。個人情報。動画共有サービス、誰に見られたら知っておかなきゃ勉強にならないです。会いたいと言っても会ってはダメ。どんな人が来るか。まあ、困った時は相談。家族との相談も大事。悪口はダメ。はい。あとは、もう一度見直すことも大事。やはり、著作権、肖像権も大事です。ホームページからスタート。あとは、探し物は一緒にと。あとは、検索クリックする前、家族に相談。変なページ開いたらすぐに報告すること。プレゼントと言われても名前、住所、電話番号を入力しちゃダメ。情報を盗む罠かもしれません。出会い系サイト、恋人は見つからない。だからダメ。いくらなんでも。お父さんとお母さんと一緒にインターネットの買い物。はい。あとは情報の間違いにも十分ご注意。ただ、不法侵入もちょっと良くないです。完全に。セキュリティも確かに大事。大変なことになりますよ。はい。嘘つきメールにご注意を。詐欺かもしれません。はい。というわけで、小中学向けのルール、インターネットのルールです。